らない人にもちゃんとご挨拶もちゃんとできるというのは、これは学校の先生やご両親のちゃんと指導の成果によると思っております。こんばんは、ご挨拶もちゃんとできるよね。あとミュージックスタート。遊びが大好きでございまする。それではあくまで余興、余興でございます。横の皆さん無理をしないでね。一曲できると大きな自信になります。一曲一曲丁寧に弾くのと、一曲できるとああできた、ああできた、達成感を味わうことができるのでございまする。それではまたね。非常にシャープフラットナチュラルの多い曲を弾くのにも集中を要しますが、子供たちも遊びが大好きなんですが、それではまたね。さようなら。